今日はポッピン&クッキーのたい焼き&お団子を作っていくぞ。それではスタート。まずは中身を開封していくぞ。中に入ってたのはこんな感じだよ。それじゃあ一つずつ紹介していくぞ。まずはみたらしの素、ラムネの素、たい焼き生地の素、いちごゼリーの素、チョコクリームの素、お餅の素、トレーとカップとスプーンと爪楊枝が入ってたぞ。それじゃあ作っていこう。まずはいちごゼリーを作っていくぞ。ゼリーの素とお水一杯をトレーの中に入れてかき混ぜていこう。いちごゼリーは完成。次はお餅を作っていくぞ。トレーを使ってお餅の素とお水を入れてこねていくよ。うわーすごい固まってきた。まとまったら手でこねて2つに分けていくよ。次はシートに合わせてお団子の形を作っていくぞ。よし、これでお団子の完成。次はたい焼きの生地を作っていくよ。さっき使ったトレーにたい焼きの素とお水を4杯入れてたい焼きのトレーに入れていこう。生地が流し終わったら平らなところでトントントンと叩いて生地を鳴らしてからレンジに入れるぞ。レンジは30秒から40秒。お父さんお母さんお兄ちゃんお姉ちゃんおじいちゃんおばあちゃんにやってもらってね。よーし、変身するぞ。チキンプリプリのプリー、できたー。ふんわりしたたい焼きができたぞ。これは熱いから冷ましておくぞ。よし、次はチョコクリームだ。チョコクリームはチョコクリームの素とお水を2杯とさっきのトレーに入れて混ぜていくよ。よーし、チョコクリームができたぞ。それじゃあいちご大福とたい焼きを作っていくぞ。まずはさっき細長くしたお餅にチョコを塗っていくよ。さっき作ったいちごゼリーをひっくり返して、つまみ上げるようにお餅をくっつけるぞ。よし、これでいちご大福の完成。次、たい焼きを型から出してチョコクリームを塗っていく。
っぽが消えちゃった。まあ、いっか。よし、たい焼きはこれで完成。次はみたらし団子を作るから、みたらしを作っていこう。みたらしの素とトレーとお水を2杯入れるぞ。うわー、マイみたらしの香りがしてきた。みたらしができたら、さっき作ったお団子にかけていくよ。最後は飲み物、ラムネの素を作っていこう。見て見て、泡がいっぱい出てきた。すげえなー。じゃじゃーん、ポッピングクッキーのたい焼き&お団子の完成。それじゃあ食べていこう。いただきまーす。もが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 。うわー、おいしいなー。みたらしの味も、ラムネの味も、本物みたいだぜ。みんな、どうだった？ぜひ作ってみてくれよな。チャンネル登録、グッドボタン、お願いします。それじゃあ、またなー。